僕今まで経験した中でこんな不気味なとこは初めて。なんか木の感じといいね。違うよ。やっぱ違うですか。違う。もういろんな要因を考慮したとしても明らかになんか違いがあるね。うん、声聞こえない？聞こえます？女性の声聞こえない？女性の声聞こえるんですか？悲しみとか感じるわけじゃないけど、ええ、怨念とまでも言わないけど、人を殺したら死ぬんだって、それが鉄則だと思う。はい、皆さんこんにちは。今回はね、八つ墓村のモデルになった津山事件の場所に行ってまいりました。津山事件とは、土井睦夫というものが昭和13年5月21日に海洋集落で起こした事件である。この事件は2時間の間で30人が亡くなった。そしてこの事件は横溝正史の八つ墓村のモデルとなるほど現在に語り継がれているのだった。そして今回、事件と同じ時刻に行ってみようと思ったのだった。それでは始まります、ビチューブ。これからちょっと八つ墓村のね、ですね、知ってます？八つ墓村、映画で見ました。この先にあるんですけど、ちょっとこっちから行きますかね。八つ墓村の入り口、ええ、もう先の後ろを追いかけていくんで。だから今時刻が2時過ぎぐらいなんです。ちょうど歩道に移した。そうですね。もうあれですね、夜は街灯ないんで真っ暗ですね。ここがね、昔の家がある。そのせいもあるけど、僕今まで経験した中でこんな不気味なとこは初めてだ。本当。でも感じますか？感じるというか、視覚的にね、明らかにそう見えるね。この辺ですね。生まれた場所は違う場所にあるんですけど、ここに実家だった。ここに家があったらしいです。この辺に家族じゃなくて、ええ、おばあちゃんとなんか住んでた。なんか木の感じといいね。違うよ。やっぱ違うですか。違う。何年前だった？30年前。もう90ぐらいです。ああ、戦前ですね。ここですね。この、ここがお寺なのかちょっと神社なのかわかんないですけど、うん、でその横にお墓があるんですよ。ここに2階来たのね。2階です。ここです。これ88箇所。こっちです。比較的新しいやつが、この昭和13年5月。でもこれなんですよ。13年だったら80何年か前だな。やっぱりこういうとこにはいるらしいから。これ風の当たり具合でこういう木の枝になるのかもしれないけども、うん、明らかに
違うね、うん、なんかちょっと霊的なものを感じます。霊は知らないけど違い、僕ミキとかよく書くけど、うん、違うね、こうあやっぱり特徴がある。あ、特徴、ちょっと行きましょう僕神棚っぽい。でもね、点々となんかあるんですよ、こういうのがね。なんか素朴だね、なんか景色張ってないっていうか、うん、ところどころでこういう石垣があるんですよ。多分その当時にここに家が建てたとか。ああ、石垣はな、これ古いんで。なんか石垣にしても特徴があるよ。うん、なんか感じます。見た印象かな。もういろんな要因を考慮したとしても明らかになんか違いがあるね。ああ、うん、この上もお墓ですね、うん、ほら、ほんまにここだけ風吹いてないですね、うん、台風がね、やってくる前の撮影です。風にも意思があるかもしれない、ね、これを絵に描くと想像してみ、とても美しい風景じゃないよ。あ、不気味な風景だよ見えます？声聞こえない？聞こえます？女性の声聞こえない？女性の声聞こえるんですか？一瞬な、ここは家ですね ここは全面通行止めで僕が降りてきたところです。はい、あ、入ったのね。ここから悲しみとか感じるわけじゃないけど、ええ、怨念とまでも言わないけど、まああらかじめ知識持ってきてるから多分にそういう影響もあるかもしれないけど、そう見えるもん、僕には。ああやっぱ違うわけです、ね、目にしても、あ、歩く感触にしてもね。お墓がね、これもかなり古いですよね、またこれ。うん、こっちは。いるっていうからな、人はな。うん、あの、よく自分の祖先の墓があるが、うん、そんなとこにいるんですかって質問したことあるわけ。いるんだよ。やっぱり。僕はわからないけど。はい。まあ、よく人はお金は鉄則だとか言うけど、鉄則があるとしたら人を殺したら死ぬんだっていう、それが鉄則だと僕は思う。あ、まあ歯には歯をみたいな、人を殺したらその人は死ぬんだ。あ、当たり前だけど、あ、それが鉄則です。歯には歯を、目には目をっていう、うん、ますかね。火事でも30人以上死んだけど、あ、京都のアニメの ね、スタジオは、ええ、会社が刀で30人殺すって相当なことだよ。どれだけのことか想像もできるもん。30人だよ。ですね相当な恨みがやっぱりあったのかもしれないし、まああったんだ、あったんだけど、その人じゃないとわからんな。そうですね。なんか他にあります？いや、もう別に言うことはないけど、はい、というわけで今日はこんな感じで、うん、おっちゃんにねちょっと出てもらったんですけど、最後ゲイルの表情もと思った。あ、ですかはい、大丈夫ですか、うん、なんか言いたいこと。そうですね、僕もあんま来たくはなかったんですけど、やっぱりこうやってこういう事件がを風化させないってことがやっぱ大事かなと、うん、いくらんだいつになっても多分感情ってのはその当時その時その時では変わらないと思うんですよね、うん、昔あったそういういじめみたいなことでこういうこともなったし、今のさっき言ってくれた京都アニメーションにしても何かしらの恨みがあってなってしまって起きたことなんで、うん、まあ今 SNS とかすごい発展してますけど、うん、まあ
さらにそういうのが明るみになってると思うんですよね。多分他にもいろいろあると思う、あったと思います昔。でもそうそうそう、報道されないもいっぱいある、なんでね、もう一度ね、そのウィキペディアでも何でもいいですけど、その事件をねまた見てもらったらどういうものなのかっていうのを確認してもらいたいなと思います。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。